やがて観念したような手つきで顔から覆面を剥ぎ取り、床に叩きつけた。いかにも、世は王である。どうして素性を偽ろうと企てたものか。どうして、そうですとホームズはつぶやく。陛下が一言もおっしゃらぬうちから我が面前に荒らせられるのはヴィルヘルム・ゴッツライヒ、ジギスモント・フォン・オルムシュタイン、つまりカッセル・フォルシュタイン大公であり、ボヘミア類来の王であると存じておりました。しかし、分かっておろうな。風変わりな客は再度椅子に腰掛け、広く白い額に手をかざす。分かっておろうな。世が直接参るというのは、ことのほか例外である。しかれども、ことはまことに微妙であるから、代理人を立てれば弱みを握られたも同然である。それゆえ世はその方に意見を求めようとプラハから尾行で参ったのだ。それではお聞かせ願えますか、とホームズは再び目をつむる。事実を簡潔にするとこうだ。5年ほど遡る。世がワルシャワに長期滞在した時のこと。世はかの有名にして果断なる女、イレーナ・アードラーと信仰を結んだのだ。その名は存じておろう。彼女の名を索引で調べてくれたまえ、博士。とホームズは目を開けずにつぶやいた。ホームズは多年にわたり、あらゆる人物や出来事にまつわる項目を要約した備忘録を作っているので、ほぼどんな情報でも即座に提供できるのであった。索引を調べると彼女の証言は、ユダヤ教のラビと、深海魚関連の論文を書いた海軍中佐の間に挟まれていた。見せてくれたまえ、とホームズ。ほう、1858年、アメリカのニュージャージー州生まれ。コントラルト歌手、ほう。スカラ座出演、ほう。ワルシャワ帝国歌劇団のプリマドンナ、うむ、ん。歌劇界から引退、うん。ロンドン在住、さよ。察するに陛下は、この若い方と深いご関係になられ、不名誉なるお手紙をいくつかお送りになったので、今それらの手紙を取り戻したく願っておられる。まさしくそうだが、いかにして。秘密裏に結婚でも、あらぬ。法的に有効な書類、あるいは証書でも、あらぬ。それでは陛下の危惧を察しかねます。この若い方が、恐喝、その他の目的で手紙を使用したところで、いかにして本物と証明するものでありますか？筆跡ではないか？模倣できますゆえ、証拠不十分。使用の所管線だが、盗難、我が風間では、偽造、世の写真だ、購入、二人で撮った写真なのだ。なんと、まずうございます。陛下は実に軽率なことをなさいました。正気の沙汰ではなかったろう。ご自身を貶めることになりかねません。当時、世はほんの皇太子であった。若気の至りなのだ。今は30になったが、奪還せねばなりません。手を尽くしたが、失敗に終わった。
陛下、お金で買い戻されるべきではありませんか。頑として売るまい。盗まれては五度試みた。人を雇い押し込んで家探しをさせたのが二度。旅行中荷物から目を離させようとしたのが一度。道で待ち伏せをしたのが二度だ。いずれも成果は上げられなかった。手がかりは全くない。ホームズは笑みをこぼし、なんとも愛くるしい事件でございます。世には深刻な問題であるぞ、と王は非難がましく言い返した。そうでしょうとも。ところでその人物は写真を使ってどうするつもりなのですか。世を破滅させるのだ。してどのように。世は近々婚姻を予定しておる。そのように伺っております。相手はクローティールド・ロドマン・フォン・ザクセン、マイニンゲン、スカンディナビア王国の第二皇女である。かの王室の家権が厳格なことはその方も存じておろう。王女自身の性格もまた繊細そのものであるのだ。世の貧困にいささかの影あらば、ことは終局へと進んでいくだろう。すると、イレーナ・アドラは、写真を先方に送りつけると脅迫をな。あの女ならやりかねん。そのことは世がよく存じておる。知らぬであろうが、鉄の心を持つ女なのだ。外見こそは美しい女性であるが、内に秘めたる心たるや、不屈の男であるぞ。世が別の女と結婚するくらいなら、いかなる手段にでも訴え出るであろう。いかなるな。写真はまだ手元にあると確信しておられますね。いかにも。何故ですか。婚姻が公式発表になる日に送ると言おったからな。発表は次の月曜に予定されておる。ああ、では3日の猶予がございます。とホームズはあくびをする。好都合です。今調べておきたい大事なことが一つ二つございますので。無論陛下はロンドンに当座ご逗留なさいますね。そのつもりだ。ランガムホテルにフォン・クラーム伯爵名義で滞在しておる。では進行状況を電報でお知らせしましょう。そうしていただこう。気が切れないのでな。それから報酬の方は、握手をお渡しする。では全権を。写真が戻るのならば、世は王国の一領土を与えることも厭わぬ。当面の費用は。王は政務側の袋をマントの内から取り出し、卓上に置いた。ここに金貨で300ポンド、紙幣で700ポンドある。ホームズはメモ帳から1枚、領収の旨を走り書き、王に手渡した。ご婦人の住所は、セント・ジョンズ・ウッド、サーペンタイン並木通りの、ブライオニーソーダ。